多賀城市立図書館は、宮城県多賀城市にある、公立図書館。多賀城市中央にある本館、南宮にある、山王分室、代々にある代々分室、移動図書館社、サザンカ号がある。前主として、多賀城村だった1938年に、宮城県中央図書館月報は、かつてあった、市立笠上通属図書館が有名無実となっていた、ことを記すとともに、 同年4月初頭に、多賀城小学校と山王小学校に、存立図書館が置かれたとし、多賀城小学校に置かれた多賀城図書館について、伝えている。さらに、多賀城町氏は、山王小学校に置かれた、図書館について1938年4月7日に、山王通俗図書館の設立が認可されたと、記している。どちらの図書館も校長が館長を兼務していた。 1939年の現行図書館関係法規は、多賀城図書館観測を掲載している。1978年6月1日、殿下見の山1丁目1番6号に多賀城市立図書館が開館、7月3日より移動図書館社、サザンカ号が巡回を開始した。1979年7月24日に産農分室が開館し、 1980年4月7日に大々分室が開館している。2011年3月11日、東日本大震災により被災、図書館全館が休館。大々分室は津波の被害を受けた。4月23日より本館前で移動図書館者にて臨時開館。5月7日に産農分室が臨時開館。8月2日に本館が一部開館。 9日に移動図書館社が巡回を再開。2012年7月24日に本館が8月1日に代々分室が通常業務を再開。2015年度、奉仕業務をカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に委託。2016年3月21日、CCC を指定管理者とする管理運営に移行し、本館を移転した。 2019年10月、令和元年東日本台風による浸水被害のため本館の大型絵本の約7割赤ちゃん用絵本約400冊を推損し、1回キッズライブラリーを閉鎖。2020年3月下旬に再開予定と告知した。新型コロナウイルス感染症拡大防止のためとして、2020年3月2日から31日まで本館。 両文室ともに休館し、移動図書館の巡回も中止された。休館は4月21日まで、5月10日まで、さらに5月31日までと延長されたが、5月18日から19時閉館で一部サービスを再開し、6月1日から通常通りの開館時間となった。図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、考え貸し出しには利用者登録が必要で、 多賀城市在住、在勤、在学者のみが可能となっている。また、仙台都市圏公立図書館等の相互利用に関する協定を締結しており、その地域に在住の場合は利用者登録をすることで図書の貸し出しができるようになる。その他に教育委員会が定めるものも可能である。多賀城市立図書館本館は、多賀城市中央2丁目4の3の多賀城駅。 北ビル A 島内にある多賀城市立図書館の本館である。多賀城市立図書館本館が入る多賀城駅、北ビル A 棟は鉄骨造り、地上3階で、大ね南側が図書館部、北側が物販部である。南北の間が吹き抜けになっており、1階は物販部だが、2階及び3階は共用部としてその南側壁面を図書館の書家とし、 そのうち3階の大半は、閉鎖書庫になっていて利用者の立ち入りは禁じられている。図書館部の1階生誕は、キッズライブラリーがあり、2階には、新聞コーナー、3階には学習スペース、ギャラリー、市民展示スペースがある。JR 東日本仙石線多賀城駅の北側、多賀城駅、北口駅前広場の西側に隣接している。市立図書館三王分室は、 宮城県多賀城市南宮阿座盲城28の多賀城市三王地区公民館内にある多賀城市立図書館の分室である多賀城市立図書館内大分室は宮城県多賀城市大第5丁目1の46の多賀城市大第地区公民館内にある多賀城市立図書館の分室である4トン積トラック回送車で積載冊数は3000冊 小学校6校を含む17カ所のステーションを巡回する。ありがとうございます。